今日はね、天気が良くなくてさ、雨が降ってるね、ちょっとね。で、なんだか天気予報を聞いてもさ、見ててもさ、その次の日、明日もそうだし、その次の日もそう、明後日もそうだし、なかなかね、ちょっと雨が続きそうなので、ちょっとしばらくね、皆さんお外でね、遊ぶ時間があんまりね、ないかもしれないからね、ちょっと残念かもしれないね。でもね、いつかね、ずっと雨なわけじゃないからさ、いつか晴れる時は来ますね。その時を楽しみに雨を過ごしてほしいですけど、晴れが来たらね、目いっぱいね、外でね、みんな遊んでほしいなって思います。じゃあね、みんなに質問です。雨が止んだ後に太陽がパーって出てくると、お空にかかる綺麗なものって何ですか？ごめんね先生、なんかコードが引っかかっちゃった。ちょっと大変なことになって。よいしょ、はい、いいよ。虹だ、虹だよね、そうだよね、すごいじゃん、すぐわかるね。じゃあもう一回みんなでね、せーのって言ったら言ってね。雨が上がって、雲が流れて、光が差して、見上げてみれば見えるものは何ですか？せーの、はい、じゃあみんな立って、また一緒に歌いましょう。庭のシャベルが一日濡れて、雨が上がってくしゃみをひとつ、雲が流れて光がさして、見上げてみれば、ララララ、虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。洗濯物が一日濡れて、風に吹かれて、くしゃみをひとつ、雲が流れて光がさして、見上げてみれば、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。この遠足一日伸びて、涙乾いてくしゃみをひとつ、雲が流れて光がさして、見上げてみれば、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、
きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。上手でした。はい、じゃあ座ってください。